純子。純子。純子。紀元前313年。紀元前238年以降は、中国戦国時代末の思想家、受学者。意味は教。尊称して純教とも呼ばれる。元代には孫教とも呼ばれた。紀元前4世紀末頃に、朝に生まれる。四季によると、50歳で初めて、生に留学した。生の女王に仕え。 生が、諸国から集めた学者たち、キビカの各士の採取、学長職に任せられる。後に、残限のため、生を去り、その最小春神君に用いられて、乱量の霊となり、任を辞した後もその地に留まった。五官の順幾、順優はその末裔という。正しい霊を身につけることを徹底した、昭和留説で知られる。順子及び、 高額の著作群は、全巻末に、流教によって整理され、孫教新書三十二編十二巻としてまとめられた、川平成三年、BC26。当のよう求むは当時伝承されていたテキストが、混乱していたのでこれを提して、注釈を加え、署名を、順守と改め、流教の編の配列を一部改めて内容の、まとまりのある順番に並べ替え、32編20巻とした、 元那十三年、八百十八。後に、孫教信書は冒一し、現存するものはすべて用求む中本の系統である。出版物として、初めて刊行されたのは、北宋新宗の広志康志元年、千六十八年であり、南宋高宗の厚志広志八年、百八十一年に、大衆知事東中友が復刻した。この壮大の漢本が総本である。 しかしこれは中国で散逸し、日本の金沢文庫に一冊のみ残された。この写本が影総大集本である。江戸期文政時代の久保愛は、この影総大集本を参照して、純子像中を表した文政三年1820の次女、文政八年1 8 2十号刊よって総本を参照した注釈は、日本の純子像中が中国より早い。 中国では大崎県が、信頼交渉学の成果を取り入れ、日本の総本も参照して、純子集下を表した、交書十七年、千八百九十一現行の、純子十二編は、以下の構成である。一感覚。二修身。三不幸。4永、永塾。五悲壮。六非十二子。七中児。八樹衣差を。九王星。十 福国、十一、大派、十二、訓道、十三、神道、十四、松室氏、十五、義、平、十六、強国、十七、天音論、十八、正論、十九、霊論、二十、学論、二十一、海、平、二十二、正名、二十三、昭和る、二十四、君子、二十五、聖書二十六、府、二十七、大略、 二十八、育座。二十九、指導。三十、法業。三十一、愛好。三十二、行門感覚編は、学はもって、い、やむべからずの語から始まる。人間は修正学び続けることによって、自らを改善しなければならないと説く。青はこれを愛より取りて、愛よりも青しは、感覚編の言葉であり、青は、愛より出て愛より青しの聖語で有名である。 学ぶことは自分勝手な学問ではものにならず信頼できる詩のもとで体系的に学びかつ正しい礼を学んで身につけた君子を目指さなければならない。純子にとっての君子は礼法を知って社会をこれに基づいて指導するものである。漢学編で君子が学ぶべき対象は礼であることが説かれる。終身編では君子は 例に従って行動するべきことが強調される。例は、法の多いた、類の後期なり、感学編、例なるものは、地弁の、国なり、教国のもとなり、異行の道なり、巧妙の、そうなり、義平編と説明されるように、純子は、古の時代から受け継がれた、例の中に、国家を統治するための公正な法の精神があると、考える。国家の法や制度は、 例の中にある精神に基づいて制定される。王政編では、王者は、人イコール補佐する、人材、性イコール霊性、論、臨イコール身分秩序と昇進制度、法イコール法律を制定するべきことが説かれる。君子は例を身につけ、法に従って統治し、法が定めない案件については、類イコール霊法の原理に基づいた判断を、適用して、行政をとる。 その方ある者は法をもって行い、法なき者は類をもって拒すれば長の陣なり、王政変。このように巡視は、君主が頂点にあり、君主が礼法を知った管理として従い、人民が法に基づいて支配される、つまり、法治国家の姿を描写して、その統治原理として礼を置くのである。孔子や、孟子も、礼を、個人の倫理のみならず国家の統治原理として捉える。 側面を一応持っていたが、淳史はそれを前面に出して、礼を完全に国家を統治するための技術として捉え、君主が礼を学ぶ理由は明確に国家の統治者となるためである。淳史の描いた国家体制は、まず彼の弟子である李氏が新帝国の皇帝を頂点とする官僚制度として実現し、続く官帝国以降の中国歴代王朝では、 官僚が儒学を学んで終身する統治者倫理が加わって、後世の歴代王朝の国家体制として実現することとなった。王政編や布告編等では、治世にあたって実力主義や成果主義の有効性を説いている。王政編では、王公、次大部の子孫といえども礼儀に励むことができなければ、庶民に、おし庶民の子孫といえども、文芸学問を積んで、 身の行いを正して礼儀に励むならば、今日、次第部にまで昇進させるべきことを解く。王政編で天下を統一する王者がいない条件下では、覇者が勝利することを示す。覇者は領地を併合することなく、諸侯を友好として丁重に扱い、弱国を助けて、凶暴の国を禁圧し、滅んだ国は復興させて大体た家は継がせる。 このような正義の外交によって覇者は諸侯をおととして、単に力あるだけの強者に勝利すると説く。それでも純子は、そのような現実的な覇者よりも、絶対正義を示して天下すべてを味方につけて、戦わず勝利する、ユートピア的な王者を優位に置き、覇者ではなく、王者を理想とする。王者の王道政治を理想とするのは、孟子と同じく十家の基本思想である。 淳子は人間の性を悪すなわち利己的存在と認め、君子は本性を偽すなわち肯定的努力、すなわち学問を収めることによって修正して善意へと向かい、統治者となるべきことを進めた。この小悪説の立場から、孟子の性善説を淳子は批判した。不国編で淳子は人間の性、本性は限度のない欲望だという前提から、 各人が社会の秩序なしに無限の欲望を満たそうとすれば、奪い合い殺し合いが生じて社会は混乱して、急暴すると考えた。それゆえに、人間はあえて君主の権力に服従してその規範、イコール、礼に従うことによって、生命を安全として、急暴から脱出したと説いた。このような思想は、社会契約説の一種であるとも評価される。巡視は、規範。 イコール、例の起源を、社会の安全と、経済的繁栄のために制定されたところに、見出し、高貴なものと、一般人民との身分的、経済的差別は、人間の欲望実現の力に差別を設け欲望が、衝突する子を防止して、欲しい物資と嫌がる労益が、身分に応じて各人に相応に配分されるために、必要な制度である、と正当化する。そのために開く。 音楽の排斥、節操、葬儀の簡略化、節用、生活の権を主張して君主は自ら働くことを主張する僕家を、権約を強制することは人間の本性に反し、なおかつ上下の身分差別をなくすことは欲望の衝突を招き、結果社会に混乱をもたらすだけであると批判した。純子の実力主義による昇進降格と身分による経済格差の正当化は、 メリトクラシーとして、表裏一体である。アマネロン編では、天を、自然現象であるとして、従来の天人相関思想、天が、人間の行為に勘応して、家福を下すという思想を否定した。流星も日食も、珍しいだけの自然現象であり、異星者の行動とは、無関係だし、吉兆や協調などではない。これらをいぶかるのはよろしいが、恐れるのはよくない。 テントは自然現象である。これを崇めて、供物を捧げるよりは、研究して、これを利用する方が良い。また、祈祷等の超常的効果も否定している。雨乞いの儀式をしたら、雨が降った。これは別に何ということもない。雨乞いをせずに、雨が降るのと同じである。異性者は、占いの儀式をして、重要な決定をする。これは別に占いを信じているからではない。 無知な民を信じさせるために占いを利用しているだけのことである。純子の弟子としては、反比、利子、浮き急迫、豪、吾、青いなどが記録に現れる。反比、利子は、純子の統治思想を批判的に継承した。反比、利子は外的規範である、霊の思想をさらに進めて、法による人間の制御を解き、反比は、法火思想の体制者となり、 李氏は、法家の実務の完成者となった。ただし、法家思想そのものは、純子や反比の生まれる前から存在しており、純子の思想から、法家思想が誕生した、というのは誤りである。浮き休は、漢代に、司教の伝承の一である、露氏を伝えたサル甲の死である。蝶葵は、漢代初期の上昇であり、経典釈文助録によればその学を純子に学んだ。 純子の学が、漢学に影響したものは、花肌大きく、死教、諸教、春秋の三学のごときは、純子の伝承に出たものである。純子の名声は、漢代の呪者において大きかった。当代に、純子を肯定した、元無は、孟子は、当代の君子たちの多くが読んでいるのに、純子には未だ注釈がなく、 テキストが混乱して意味が取れなくなっているので自分が肯定して注釈し、と、順子の辞書に書いている。東大には、すでに、順子は、孟子に比べて読まれなくなっていた。東大の関与は、言動で、儒学復興を提唱したが、その中で、古代の聖人の同等を述べた。今日、春、雨、東欧、文王、武王、修行の聖人たちが伝えた道は孔子に継がれ、 その後に、孟子に継がれ、その死後は、道が断絶したと評した。そして、淳子及び、漢の用意は、選びて生、詳しからず、ごつまびらか、つまびらかならず、言動よりと聖人の道を選んで、正しく伝えることができなかったと評したのであった。この、寛有の評価が、後の壮大儒学の同等の標準となり、孟子の後に現れた淳子は排斥される道をたどった。 国葬の素職は、殉教論を表して、王安石を暗に批判するために、純詞を取り上げ、弟子の李氏の過ちが、死の殉詞に由来すると批判した。その後の中国思想を支配した趣子学においては、純詞は四書の一である、中庸、孟子を書いた詞詞、孟子を批判し、孟子の生前説を否定して、昭和る説を解く異端として、遠ざけられてしまった。 ようやく信頼になって交渉学が盛んとなり、純子も、また先進の古文献として客観的な研究が行われるようになった。江戸時代、純子に一定の評価を与えたのは、お牛空で、空は、純子は子、もう、死史と孟子の中心なりと言い,い、彼の言うところによれば純子は、死史や孟子の理論的過ちを正した中心といえ、存在であり、純子の方が、 孔子が伝えようとした先王の道、死子、孟子の有柔貨者流の倫理ではなく、先王が制定した霊学形成の統治制度をよく叙述していた。ソライは読み順子で順子の初期注釈を行った。江戸後期の順子研究成果では、久保愛、蓄水、法暦九年天保六年、1759から1835が、死の片山よ、金山。 山子、教法15年天命2年、1730から1782を次、純子像中を表した。江戸時代を通じ日本儒学の主流は、出詞学、あるいはそれに対抗した、陽明学であり、いずれも孔子、講師、孟子は評価したが、純子への評価は高いとは言えなかった。久保愛も、純子像中女においてこの女を天下で知る者は、 少ないと嘆いている。近代に成立した中華人民共和国にも影響を与えており、建国の父である毛沢東による非輪飛行運動での受報闘争でも再評価の対象であった。特に習近平は巡視に深く系統しているとされ、文化大革命で先制賞に加砲された際に全館を独破したともされる。最も引用しているのもその弟子の官費であり、 社会信用システムのような習近平の徹底したメリットクラシー的な統治方法は放火に例えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。